那覇市内をご通行中の皆さん、こんにちは。観光客の皆さん、こんにちは。私はですね、チーム沖縄と言いまして、普段ですね、沖縄の新聞が、嘘しか言わないんで、インターネットでですね、沖縄の正しい情報を発信している、活動をしています。今日はですね、那覇市内の皆さんにぜひ聞いていただきたい話があります。これは、観光客の皆さんにも関係する話です。今ですね、那覇市でとんでもないことが進められています。これは何かと言いますと、今ですね、交差点で我々の仲間がチラシをお配りしていますけれども、あの若狭海浜公園、空港から走ってくると、この雲路に出てくる道ですね、その交差点、いわば那覇市の玄関口、そこにですね、中国をイメージした竜のシンボルを建てようとしてるんです。高さ15メートルもある巨大な竜の柱を建てようとしている。皆さん、これはこの費用はどこから出てるんでしょうか。これはですね、国民の税金で賄われています。しかも一括交付金、それから那覇の市税、ここから2億5400万円も使って中国をイメージする竜の柱を建てようとしている。しかもですね、皆さん、この竜の柱、どういったものかというと、高さ15メートルっていう話を聞きしました。それとですね、この発注先なんですよ。皆さん、地元の企業に発注はされていますが、この竜の柱の自体の製作はですね、中国で製作するように書かれてるんですよ、仕様書に。で、実際に今中国で採掘をし、竜の彫刻を始めています。皆さん、税金っていうのは誰のために使うべきものなんでしょうか。税金は日本人が一生懸命働いて納めた、その貴重なお金なんですよ。それをなんで中国の企業に流さないといけないんでしょうか。那覇市に落とされた一括交付金は那覇市民のために使われるべきであって、中国のために使われるべきものではありません。こんなことは断固許してはいけません。こんなものをね、賛成する人いるんですかね。竜の柱を、中国のイメージをした竜の柱を立てて沖縄県民は嬉しいんでしょうか。嬉しくないですよ。それとですね、観光客は何をしに沖縄に来てるんでしょうか。沖縄を見るために沖縄に観光しに来てるんですよ。中国を見るために沖縄に来てるわけじゃないんですよ。今ですね、この国際通りの入り口にシーサー置いてあります。これでいいじゃないですか。なんでシーサーじゃないんですか。なんで中国の竜の柱を立てないといけないんでしょうか。これが今、翁長武首相がやってることなんですよ。沖縄県民のため、那覇市民のため仕事をしてるわけじゃない。なぜか中国に媚び売る、こういうことばっかりやってるじゃないですか。これじゃいけないんですよ。那覇市を中国化していいんですか。今あそこの、復讐園ありますよね。あの若狭の一帯をチャイナタウンにでもするつもりなんでしょうか。そんなこと許されちゃいけません。竜の柱なんか立てる必要ありません。
建てるんだったらシーサーでいいじゃないですか。それだったら地元の企業にお金も落ちるし、観光客も喜ぶでしょう。地域の振興にもなるでしょう。しかし中国をイメージした竜なんて絶対にいりません。那覇市の皆さんに、このまずこの竜柱が建てられる、中国のイメージをしたモニュメントが建てられる、これは問題じゃないか、こういうことをお伝えして私の話を終わります。弁償を借ります。